ジョー・ペリーはアメリカ合衆国のミュージシャン。ロックバンドエアロ・スミスのギタリスト。本名はアンソニー・ジョゼフ・ペリー。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第48位。2011年の更新版では第84位。スティーブン・タイラーとジョー・ペリーアメリカボストン郊外出身。少年時代。 最初に手にした楽器はウクレレだった。1973年にエアロスミスのメンバーとしてデビュー。フロントマンのスティーブン・タイラーと共にソングライティングを担当。このコンビはドキシックツインズと呼ばれる。アルバムロックス以降、一部の楽曲でリードボーカルを取る。エアロスミスの活動と並行して、個人としてはキススのジーン・シモンズのソロアルバムジーン・シモンズなどに、 ゲスト参加している。1980年、スティーブン・タイラーとの確執などを原因にエアロスミスを脱退。ジョーペリープロジェクトを結成し、1983年までに3枚のアルバムを発表。だが、エアロスミスほどの成功は得られなかった。この間、エアロスミスも相次ぐメンバー脱退や交通事故によるスティーブンの入院。 アルバムの工業的不振など暗章に乗り上げていた。しかし時間の経過に伴い、スティーブンとも和解。1984年に同じく脱退したオリジナルメンバーのブラッド・ウィット・フォードと共にエアロ・スミスに復帰。1989年、アリス・クーパーのアルバムトラッシュの収録曲ハウス・オブ・ファイヤーにゲスト参加。1997年、 スティーブ・バイが発案したクリスマスアルバムメリー・アックスマスにギター・インストゥルメンタルによるブルー・クリスマスを提供。2004年にエアロ・スミスは無期限活動休止を宣言。この期間を利用してジョーはかなり昔から温存していた数々の曲のレコーディングに取り掛かり、2005年5月、今度はソロ名義でのアルバムジョー・ペリーを発表した。また、同年8月に リリースされたレスポールフレンズのアルバム、レスポールトリビュートにフィーチャリングゲストの一人として参加。2007年、エアロスミスが活動再開、全米ツアーを観光した。2009年に、後のエアロスミスのアルバム、ミュージック、フロム・アナザー・ディメンションの制作が中断された時に、2作目のソロアルバム、ハブ・ギター、ウィル・トラベルをリリースし、 翌2010年まで、ジョー・ペリープロジェクト名義でツアーを行った。2016年7月10日、ジョニー・デップやアリス・クーパーらと組んでいるグループ、ハリウッド・ヴァンパイアーズのコンサート中に倒れ、地元の病院に搬送された。当初は、心停止で倒れたと報道されたが、アリスによると、ジョーは、心停止ではなく、脱水症と疲労が原因で倒れたという。その後回復し、 7月22日のハリウッド、ヴァンパイアーズのライブにて復帰。シグネーチャーモデル制作技は、ジョーはギブソンの担当者に軽いギターであることを求めた。それは、ジョーがそれまで使用してきたレスポールが大抵重かったため、最適な重さを求めていたからである。ありがとうございます。